若い世代の方が多いということで、マイケル・ジャクソンを知らない人たちにマイケル・ジャクソンを伝えるとてもいいツールだなと僕は思って、でマイケル・ジャクソン その世界平和だったりとか、その差別の問題を、まあ、ジャクトンがその体現して、まあ、令和のマイケルとして次の世代に伝えていけたらなと、世界平和を願ってやっております。やっぱり今まで知らなかった世代のファンができたりとか、今まで関わることなかったライブに来なかったような方たちもマイケル・ジャクトンの存在を知っていただけて、どん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 知名度もおかげさまで上がりましたし、これから活動しやすくもなりました。やはりマイケル・ジャクソンの、ね、あの伝説のムーンウォークですね。ムーンウォークをやっている動画で一気に火がつきました。まあ、あとは面白い企画がたくさんあるので、僕はどんどん積極的にミームを取り入れて、世界に発信していきたいなと思ってます。スリラーになっていくメイクチャレンジとか、はい、あとは日本の、はい、やばいやつを紹介するというものだったりとか、その辺を結構僕は好きで、はい、やらせていただきました。もう常にこうマイケル・ジャクソンを演じようと、で若い子にやっぱり見てもらうためにどういうものが受けるかとか、あとはまあサングラスをなるべく取らないように、はい、メイクチャレンジは取っちゃったんですけども、まあ、なるべくそのキャラクターを崩さず若い世代に伝える方法を日々考えています。今日はですね、やっぱりこうずっと固まるのが難しいですね、うん、やっぱり息しちゃいますし、なのでやっぱこう近づくときは息を止めて、ちょっと遠いとこ見てもほんまにこうもう無になるというか、はい、になるのがすごいやっぱり大変だなと思いましたけど、このなんか驚いてる皆さん見るとすごい楽しくなってきて、どんどんどんまたやりたいなと思います。